ナッシュビル国際空港の1ナッシュビル国際空港はアメリカ合衆国のテネシー州ナッシュビルにある国際空港。現在11社の航空会社が国内42都市、国際線3都市へ就航している。1937年に当時のテネシー州の行政官ハリー・エス・ベイリーにちなんでベリー飛行場として開港。1961年に大規模なターミナル拡張を行った。 現在の旅客施設は1975年に開業したものでアメリカン航空のハブ空港を経て現在はサウスウエスト航空の商店空港となっているその後ナッシュビル国際空港ベリー飛行場と改称された IATA 空港コード BNA の B はベリーの B であり名はナッシュビルの塔二文字である現在閉鎖中かつて アメリカンイーグル航空はこのコンコースから運航していたが2001年のアメリカ同時多発テロ事件での影響で閉鎖され利用再開の計画はない。タンパ、シアトル、サンアントニオ、フィラデルフィア、ボストン、デンバー、シカゴ、ORD、シカゴ、MDW、アトランタ、ヒューストン、シンシナティ、オーランド、ミネアポリス・セントポール、デトロイト、ニューヨーク、 JFK, ニューヨーク LGA, ワシントンレーガンピッツバーグロサンゼルスラックスマイアミセントルイスミルウォーキーボルチモアカンザスシティラスベガスオンタリオオークランドサンディエゴシャーロットバーミングハムクリーブランドコロンバスハリウッドホートローダーデールジャクソンビルニューアークメンフィスダラスニューオーリンズフェニックス ソルトレイクシティ、トロント、オースティン、ローリー、ハートフォード、プロビデンス、カンクン、ロンドン、LHT。ありがとうございます。